どうも、漢字検定1級、お笑い検定17級の畠山です、名前には名付け用の願いが込められています。それが自分の子供の名前ならなおさらです、最近の子供の名前にですね、実際こういう名前の男の子がいます、コアラ、ビューティフォーね、え、実はビューティフォーネームなんですけれども、ただ僕がちょっと心配なのはですね、このコアラ君の名字が町田だった場合、町田コアラ、コアラ町田、コアラのマジだみたいなね、なんかちょっとお菓子感覚の名前になっちゃうんですよね。ああ、そこが気になるんです。うん。まあでも、そんなことよりね、僕が今一番気になってるのは、コアラって漢字はこうだろうってことなんですよね。うん、子守熊でコアラでしょ？そうでしょ？ねえ。あとですね、こういう名前の男の子もいます。もやしくん、マーベラス。そう、マーベラスネームなんですけどもね。まあ、ただですね、このもやしくんの名字が林だった場合、林もやしっていうね、なんかちょっと昭和感満載の漫才師みたいな名前になっちゃうんですよね。うん、まあそんなことよりもやしこうでしょう。そうだろうか、カズラが、本当に。あとですね、まあこういう名前の子もいますね。レタス、いやレタスこうでしょう、もう。このくだり何回やるんだろう、本当にね。あとですね、女の子。女の子にもこういう名前の子がいるんですね。煮物。煮物ちゃん。これ噛んじゃってるんですよね、まあ、ただ人の名前としては間違ってる、若干キュートすぎますよね、ちょっとね、あとですね、こういう括りの名前の子供たちがいるんだなということでちょっと紹介しておきたいと思います、ハム太郎くん、ピカチュウくん、ミッキーくん、これ親がネズミ大好きだね、ペストを媒介しますようにとかかな、うん、まあね、そんなことよりですね、僕は思うんですよね、これちょっとね、一緒くたにしちゃったらどうかと、シンプルにね、この子たちはね、もうこう書くことにしましょう、ネズミとね、はい、これでシンプル OK ですね。あとですね、こういうくくりの名前の子供たちもいます、ラララちゃん、ルルルちゃん、ナナナちゃん、ココちゃん、ミミちゃん、もう名付けるのめんどくせえのかな、うん、もうこれハンドこうね、こうしたいと思います、人にも名前があるように物にも名前がありますね。例えばガードレール、このガードレールのですね、ここの部分にも名前がありますね、袖ビーム、これなんかしっくりかないですよね、これ何が袖ビームなんだみたいなね、うん、袖ビームはこうでしょう、ね、こっちもしっかりですね。あとですね、こんなのもあります、料金所、料金所ですね、別の名前で言うとですね、トールバリア、なんかしっかりこないですよ、何がトールバリアなんだと、ね、トールバリアはこうでしょう、もう全然しっかりとこっちもね。あとですね、まあ、こんな変わり種もありますよね、レキシマレーザー角膜屈折矯正手術、略してレーシック、こんな略だったんかい、レーシックってね、何なんだこれって、まあレーシックはこうかな、うん、ちょっとしっくりこないですね。どうも、あざきさん。